河辺高森古墳群は大分県宇佐市大和座高森阿座京塚にある古墳群。1980年3月24日に国の史跡に指定されている。この古墳群を含む一帯は史跡公園宇佐風土機の丘として整備されている。河辺高森古墳群は宇佐市を南から北に流れる駅立川右岸の第一に位置し、6基の前方公園墳を中心として、 周辺に約120基の塩墳や周行墓が集積した古墳群である。大分県内では最大の古墳群であり、九州全体でも約320基の古墳からなる宮崎県の最都原古墳群に次ぐ規模を有する、6基の前高後円墳の配置に規則性はなく、その軸方向も様々である。周辺の古墳や周行墓には、 噴球が消失しているなどのために墳母であると、直ちに判別できないものも多い。これらの前方後円墳の被装者は、古墳時代に、宇佐地方を支配していた主張、おそらくは、宇佐国造家の一族ではないかと考えられ、周囲の古墳や、周公母はその一族や、進化の墓と推測されている、3世紀から6世紀の間に、 同じ地域に継続して古墳が築造されていることから、長期にわたって安定した支配が行われていたことが伺われる。川辺、高森古墳群からの出土品の一部は、宇佐風土機能家内にある、大分県立歴史博物館で展示されている。赤塚古墳赤塚古墳は、全長57.5メートル。 公園部の直径36メートル、高さ4.8メートル、前方部の幅21メートル、高さ2.5メートルの前方公園墳。三世紀末に築造された九州最古の前方公園墳であるとされる。周囲に幅8.5メートルから11メートルの空堀を有する、石室には箱式石棺を有する、大正10年の発掘で、 服装品として、三角園新十教四面、三角園竜古教一面、壁玉下玉、鉄刀片、鉄符などが出土している。同教は、椿大塚山古墳、石塚山古墳、原口古墳出土のものと同伴教であるとされており、初期の山王権が各地の主張に与えたものであると考えられている。面が平古墳面が平古墳は、現状は、 直径三十点五メートル、高さ四メートルの円墳の形状をしているが、元来は全長約五十メートルの前方後円墳であったと推測される。墳球の周りには空堀が掘られている、後円部中央に安山岩で作られた縦穴式石室には、先竹形木管が収められ、副装品として、社円二神二十教、三角円、三神三十教、 高玉製マガ玉、鉄剣、鉄槍、斧、トースなどが出土している。また、公園文南よりに収められた箱式石棺からは、若い女性の人骨、社員二神に住居、高玉製マガ玉、壁玉製果玉、石縮、トースなどが出土している。4世紀後半の築造と推定されている。副生寺古墳は、全長78メートル。 公園部の計54メートル、高さ7.5メートル、前方部の幅22メートル、高さ3.5メートル、全長約80メートルと、河辺、高森古墳群で、最大、大分県で4番目の大きさの前方公園墳で、5世紀、前半の築造と推定されている、春日山古墳とも呼ばれる、内部は未調査である、車坂古墳は、全長58メートル、 公園部の直径36メートル、高さ4.5メートル、前方部の幅21メートル、高さ3.5メートルの前方公園墳、5世紀に副章寺古墳に次いで築造されたものと推定される。東側から南側にかけて11メートルから22メートル幅の空堀を有する。古墳の脇に、 地蔵堂古墳と呼ばれる小さな円墳がある。内部は未調査である。角房古墳は、薬管川に面した場所に位置する全長46メートル、後円部の直径30メートル、高さ4メートル、前方部の幅18メートルの前方後円墳。前方部は一部消失している。5世紀に副祉寺古墳。 車坂古墳に次いで築造されたものと推定される。周囲に7メートルから12メートル幅の空堀を有する。内部は未調査である。鶴見古墳鶴見古墳は全長31メートル、公園部の直径21メートル、高さ3メートル、前方部の幅17メートル、高さ2メートルの前方公園墳前方公園墳。 後期の前方後円墳の特徴である、短く幅広い前方部を有し、6世紀中頃に、築造された、川辺、高森古墳群で最後に作られた、前方後円墳と推定されている。内部は奥行き2.8メートル、幅2メートル、天井高2、5メートルの片袖式の横穴式石室で、見学可能。副装品としては、ガラス製、小玉、道釧路、耳飾り、 鉄属、トース、弾き、スエキなどが出土している。ありがとうございます。